畜生、またこの未来か。もともと好き勝手時間移動できるわけじゃないけど、どうして他の時代に行けなくなっちまったんだ。あ、なんだ。アクセルロー。え、なに、あんた誰。この場所に初めて足を踏み入れた者、オリジナルと呼ばれている。時間を行き来するお前がもしこの先の未来に進みたいのであれば、一つことづてを頼まれてくれないか。伝えてくれ、あの男ギアメーカーに。え、なんだよ今の、意味わかんねえ。ギアメーカーか。伝言はいいけど、どうやって会うのよ。なんだここ、またあのおっさんが出てくるのか。ちょうどいい、あんな半端な情報じゃお使いだってままならないっつーの。おいおっさん、オリジナルのおっさん。僕の夢の中ではしゃぎ立てるのはやめてもらおうか。また変なのが出た。心外だな。僕は君らボンペクの精神構造と比較すればよほど建設的だし、よほど健全堅実謙虚で、なおかつ経験だよ。少なくとも君のような因果律干渉体と比べれば、言うまでもなく正常なのは僕の方だと思うが。わかった、わかりました。って、あんた俺のこと知ってんのか。知っているさ。知らないわけがない。現時点で我々が最も危険視しているのはその実君なのだから。え、嫌な予感。やばい、こいつはマジでやばい。本物の最悪だ。何をやっても勝てる気がしない。君は削除対象だ。生かしては返せない。残念、諦めたまえ。さようなら。これは、しまった。今か。内側からの逃亡は完璧に封じていたけれど、まさか外側から引っ張り出されるとはね。これはミスではないさ。ミスのわけがない。そもそも失敗とは、成功のことごとくから大義する位置づけのように語られることが不満だ。光のない世界で暗闇は影ではないし、生まれてもいない生命が死んでいないと同様に、それぞれの言葉は対であり同志と言える。そうだな、つまり結果を出したと言えばいいか。うわーって、あれ、畜生、またこの時代かよ。でも助かった、ラッキー。神様ありがとう。何があったのか知らないけど、感謝なら私にしなさい。私がこの時代に呼んであげたんだから。あれ、あんたっていうか、この時代で人に会うのは初めてだ。それに俺を呼んだって。呼んだっていうか、お前が勝手に網にかかったってだけだけどね。オリジナルのこと口にしたんだろ。今日は幸先のいいことばかり。オリジナル？ああ、そうそう、あんたなら。どういういきさつでその名を知ったか知らないけど、世の中には知らなくていいことがたくさんあるの。深入りしすぎたものは死ぬのよ。わっ、ちょっと待って待てて、俺は伝言を頼まれただけなんだ。伝言？私に？誰から？俺だって突然でよくわかんねえんだ。気づいたら妙な場所にいて、ギアメーカーに伝えてくれって。そうしたら、この灰色の世界も変えられるって。まさか。どうかした？オリジナルから連絡が来るなんて。でも、あの男に直接連絡してこないのはなぜ？何か理由が。なあ、あんたいつもあの男と一緒にいるよな。代わりに伝えてくんな？わかったわ、頼まれてあげる。悪いね。このタイミング偶然じゃないわね。今度こそビンゴかもだ。来た、ついに来た、このくだらない未来に花火を打ち上げるチャンスが。花火ね。あのさ、今更なんだけど、あの男って聖戦を起こした大罪人だよな。もしかして俺は
えらい悪事に手を貸したってことになってんのか？心配はいらないわ。むしろ救世主じゃない？それならいいんだけど。待ってくれ。この時代に呼んだってあんた思い通りの時代に人を飛ばせるのか？だったら俺を元の時代に、20世紀のコッツウォルズに戻してくれ。1998年の5月14日にだ。今あんたを返したら何が狂うかわからない。とりあえずお前はインテグレートポイントに戻りなさい。何？うわって、ここはどこ？バックヤードよ。うまたあんたか。って、バックヤード？どこですかそれ。聞いたことあるような、ないような。てか、そんなことよりなんか体がだるくて、頭が重いんですけど。生身でも耐えられるようにあの男が作ったフィールドの中よ。ちょっと息苦しいかもだけど、じきになれるから我慢なさい。え、あ、はい。ところで、なんで俺はこんなところにいるのでしょう。あの男に会いたがってたでしょ？伝言があるからって。はあ、で、じゃあここにあの男がいたりしたり？そうよ。彼と面と向かって話せる人間なんてそうそういないんだから、役得じゃない？マジなのですか？なんかちょっと僕緊張してきちゃったな。新鮮な反応ね。あれ？でもさ、伝言はあんたに伝えたろ？残念だけど、あなたの発した言葉は二次複製が禁止されている特殊な文言なの。だから私から彼には内容を伝えられないのよね。僕ちょっと理解力足んないかな。ガタガタうるせえな。黙ってついてくりゃいいんだよ。はい。戻ったね。お待たせ。連れてきたわよ。ありがとう、イノ。こいつが。あんたが。はじめまして、アクセル・ロー。こんなところまで呼びつけてすまなかったね。はじめまして。因果律干渉隊。君のことはよく知っているよ。そうなの？早速で申し訳ないけど、聞かせてくれるかい？え？オリジナルから僕への伝言を預かってきたのだろ？そうでした。ちょっと大丈夫？しっかりしてよね。すみませんね、ちょっとぼーっとしちゃって。じゃ、行きますよ。なんだこの音。普通に喋ったはずなのに。やっぱりね、第三者が立ち会っても本人にしか聞こえない仕組みか。オリジナルはさすがの格ってところかしら。なるほど、そういうことか。どう、元老院の目的ははっきりしたんじゃない？ああ、これで全てがつながった。あの第二次聖騎士団選抜大会などという茶番劇の説明もつく。少々後手に回ってしまったけどね。クロノス、これ以上君の思い通りにはさせない。お取り込み中すみません。ああ、失礼。伝言は助かったよ。俺はもう帰っていいかしら？もちろんだ。しかし何のもてなしも礼もないままでは申し訳ない。いやいやいや、お気遣いなく。ちょっと先を急いでますから。
それは残念だな。茶菓子くらいはと考えていたのだけれど、バックヤード独自の製法でね、多分ここでしか食べられない味なんだ。よかったらお土産にでも。一つ質問していいですか？あんたがそのジャスティスとかギアを生み出し聖戦を起こしたあの男なんだよな。ああ、そうだよ。気を悪くしたら謝るけどさ、俺にはあんたがそんな悪人には見えないんだけど。ごめんなさい。やっぱ何でもないです。お菓子いただいていきます。ごちそうです。そんじゃさよなら。って出口どこ？あんたさ、もうちょっと怖いキャラ作っといた方がいいんじゃない？そうかな。元の時代に戻る。アクセルの思いはただその一つである。彼の懸念を晴らすにはそれを可能にするイノの能力に一縷の望みを託すほかなかった。もう一度イノに会わなきゃ。あの人は自由に時間旅行ができると言った。しかもそこに他者を送り込めると。となれば俺が元の時代に戻ることだってできるはずなんだ。でもどうすりゃいい？どうやったらもう一度あの人に会えるんだ？こないだのおっさん、もっかい出てきてくんねえかな？考えてもしょうがないか。とにかく探して回るしかないな。いた！嘘だろ？マジかよ。奇跡ってやつあるもんだね。あら、何あんた、どうしてこんなところに？いや、それが俺にも全くわからないんだけどさ、なんとなくわかるっていうかさ。はあ？それでさ、しつこいようで悪いけど、俺を元の時代に戻してほしいんだ。ああ、その件はちょっと待って。今それどころじゃないのよ。頼むよ。もう他に頼れる人がいないんだ。ちっ、本当にうぜえな。マジで黙らせるか。セイユー。ゲストに、そがー！ もう、なんでいつも戦わなきゃいけないんだよ。俺はただ、元の時代に戻りたいだけなのに。なんだっていつもはぐらかされちまう。それともそんなことはできないって言うなら、そう言ってくれよ。できないよ。え？正確にはあんただけは戻すことができない。それって一体どういうことだよ。あんたが戻れる元の時代はこの世界の記録にはないからさ。あたしと同じ過去と未来を失った放浪者。つまりぶっちゃけよくわからない。何の話？あ、イノちゃんだ！こんなところまで追ってきたの？後でちゃんと帰るのに。ちっ、おいチャラ王、後で続きを話してやるから、今は邪魔すんじゃないよ。なんだかわからないけど、あの子を捕まえればいいんだな。なら手伝うからさ、うまくいったら続きを話してくれよ。痛い！よしよしよし、はい、そこ動かないとね。あと乱暴して面後ね。どう、ほら俺様かなり活躍したんじゃない？悪くないね。目を離すんじゃないよ。アクセル君、多分今は君の知りたいことを全部聞けないよ。え？イノちゃんだって全部は知らないでしょ。自分のことだってよく分かってないんだし。彼は意地悪だから
多分ミノちゃんにも話してないよね。何言ってんだてめえ。しょうがないな。何をした、何を見せやがった。なんだこのビジョン。私がこの世界そのもの。そうだよ、それが君の正体。同時にこの世界のエラーであり、特別な存在。そしてアクセル・ロー、あなたも同じ。え、何のこと。あなたは本来この世界の住人ではないのよ。ありえたはずの破棄された未来の暫定生命、それがあなた、アクセル・ローという存在。世界の予測外に発生してしまったイノという固有 ID とあなたの ID は、本当にどうしようもない馬鹿げた奇跡の確率で重複してしまった。そのため、あらゆるイレギュラーの権限を与えられたイノと同様に、あなたもイレギュラーの対象となって招かれた。でもそれは、例えるならチェスの盤面に将棋の駒が紛れたような状態なの。あなたはこの世のルールを曲げる可能性がある。ある日突然世界を崩壊させかねない。だから慈悲なき啓示もあなたを恐れている。ま、待ってくれ。俺がこの世界の人間じゃない。もう何が何だかわけわかんねえよ。結局俺は元の世界に帰れないってことか。ありえる未来へアクセスできるあなたにはまだわずかながら可能性があるわ。ただあなたがイレギュラーの力を行使した場合、この現世がありえた未来として破棄されてしまうでしょう。なんだよそれ。俺はどうすりゃいいんだ。どんな選択をしても何かから逃げるようにしかならないし。別にいいだろ、逃げたって。え？今までだって散々逃げてきたはずだ。多くの可能性を見捨てて生きてきた。見捨ててって、そんな、あんたに何がわかるんだ。わかるんだよ。え？時間を巻き戻して誰かを助ける、ありがとうっていう笑顔。最初はそれで満足したはずだ。だけどそんなことを繰り返していると、助けた相手の笑顔と過去に苦しんでいたそいつが同じ人間には思えなくなってくる。そんな目で世界を見渡した時、それは全部自分の作り出したフィクションに見える。そしてそこに生きる価値を見失う。だから何かを巻き戻すことをやめる。あんた、私は行くよ。こうなったらそのイレギュラーな力ってやつの使い道を考える方が楽しそうだ。いつかもっとずるい生き方がしたくなったら会いに来な。次はもう少し歓迎してやるよ。エルフェルト、ラムレザルの姉妹ってことは、その子もバレンタインってこと？なんでそんなのを助けようとしてんのさ。エルフェルトがジャスティスと融合すれば世界が滅びる。残された時間も分かってねえ。なんだ。違うな。旦那にとって俺は何年の付き合いだかわからないけどさ、今の俺にとってはそりゃあもう長い付き合いなわけよ。
何度も同じような時代をさまよって俺たちは会ってるかんね。何が言いて。仕事で人を助けるときはそんな顔しない。バレンタイン姉妹は人類の敵ではなくなったってだけだ。妙な勘繰りはやめろ。はいはい。それで俺にその手がかりを見つけてほしいって話だ。過去の時代から。悪いね旦那、今回は力になれそうにね。うん、確かに俺は過去に行って未来を変えたことがある。タイムトリップをしてね。今までは事故みたいなきっかけで時間旅行をしていると思ってたんだけどさ、どうやら違ってたらしい。無意識にコントロールしてたみたいなんだ。そう聞いた。どういうことだ。聞いてくれたんだ。俺はもう時代を飛ぶことはできない。あり得た未来だ。そ、それとあり得る過去。俺にはそのうち一つだけを選択できる力があるんだと。旦那、この意味わかる？二つの世界、つまりお前のいた過去と今の時代の二つの時間軸、どちらか一つを存続させれば片方は消滅するってことだな。あんまり驚かないのね。タイムトリッパーの存在自体がすでに異常なんだよ。お前が世界にとって最も危険な存在だったのは今更の話だ。本当にタフだね。俺はもうこの力が発現しないように毎日怯えてるってのにさ。まあいい、それならもう用はねえ。旦那、もし俺が元の時代を選んだらどうする？なぜそんなことを聞く？ぶっ殺すとでも言ってほしいのか？そうじゃないけど、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。厄介事が増えるな、ごめんだ。まあ、歓迎してやるとは言ったけどさ。お邪魔してます。どうやってここに？どこにも行きたくないと願ったら、なんちゃって。ふん、私が託児所を始めたなんて言ったことがあった？わかってますよ、鬱陶しいんでしょ。別にそうは言ってないよ。まあ言ってないだけだけど。それで決まったわけ？え？力の使い道だよ。あんたには力がある。私と同じように世界を変える力がね。自力でここに来られるほど使いこなしてんだ。人類のためにとか言いに来たんだろう？いや、違う、そうじゃないんだ。うん？怖いんだよ。もうこの力はただ時間を旅する能力じゃない。使い方次第で何でもできる。だけどその度に世界がなくなっちまうかもしれないって。何を言うかと思えばあべこべな野郎だね。力を持ってる人間なんてそれを使って怖がられるか、使わないで怖がられるかしかないんだよ。あんたが怖がってどうすんの？だったらなおさらだ。今のままじゃきっと守りたいものまで傷つけちまう。それじゃ自分を否定してるだけだね。何も解決しない。じゃああんたは自分の力が怖くないのか？犬は何もしなきゃただの犬だ。だけどもし
その犬が自分は狼だと主張すれば、少なくとも犬以外の何かになる。そいつにしか見えない景色も見つかる。人が生きていく権利なんてね、自分以外の誰も見つけてはくれないんだよ。俺にしか見えない景色、なんかが起こる。起こっちまう。俺はダメだ。このままじゃダメだ。祝勝会、彼女ついに動くな。誰だ、近づいてくる。まさかアクセルロー。あら、バレちゃった。どうやってここに。よく聞かれるけどね、正直なところ自分じゃわからないのよ。でもまあ、あんたに会いに来たのは確かだ。どうやら厄介の種がつぼみに成長したらしいな。そんなに構えないでよ。あんたの意見を聞きに来ただけなんだからさ。ならそれはもっと親しい友人に聞くべきだった。因果律干渉隊、我々が最も危険視している存在、真っ先に排除すべき存在をお話だけで返すと思うのかい。ああ、やっぱりな。その反応、うん、分かってたよ。恐れていないな、僕。なるほど、大きな力を手にし調子に乗ってヒーロー気取りってわけか。だから戦いに来たんじゃないって。なら何だ、仲間に入れてほしいようにも見えないが。俺のこの力は大きすぎる。ただ邪魔なんだ。でもそれを否定するってことは自分自身を否定するのと一緒らしい。おたくらは俺の逆で力を欲しがってる。それならさ、あんたは自分の何を肯定したいんだ。わからないな。僕らの邪魔をする気がないならなぜそんなことを聞く。僕を説得でもするつもりか。それはあわよくばってやつだ。だけど俺の望みはもっとささやかなもんだ。元の時代に、いや、もう一度だけでいい、めぐみに会いたいだけなんだ。めぐみ？置いてきぼりにしちまった、まあ家族みたいなもんだ。でももしその望みが叶うのと引き換えに世界が崩壊するとしたら、俺がもしそんな狂気の答えを選んだとしたら、そう考えてたらあんたの話が聞いてみたくなったんだ。本気でそんなことを聞くためだけに。うん。僕に殺されるかもしれないのに。わかってる。やれやれ、恐れ入ったよ。え？僕の素性も知らずにそんな話題を振るなんて、大した生存本能だって言ってるのさ。妹に会いたいんだ、僕もね。僕たち兄弟は生まれつき思考能力が高すぎて脳が耐えられなかった。だからこうして夢の中に居場所を見つけたんだ。僕は慈悲なき刑事と出会い現世に干渉する術を得たが、妹のディライラは母親の顔すら知らず未だに夢の世界を漂っている。人のぬくもりすら知らない。ならば誰が彼女を抱きしめてやれる。ん？
どういうことだよ。今世界を騒がせてる事件は全部その妹さんのためだってのか。僕にとってはね。無論計画の全貌はもっと大きな意義を持つものだが、そのために絶対確定世界が必要なのさ。あんたはそのために他の誰かを犠牲にすることも厭わないのか。僕を殺し屋か何かと思うのはやめてもらいたいな。そうじゃないってアピールは初めて聞いた。手段を選んでいないように見えるのは無理もないが、今の君なら薄々理解できるんじゃないか。このバックヤードという空間は人が寝ている時に見る夢とつながっている。だから夢で起きる現象を想像してみればわかりやすいだろう。そこが夢だと気づいていれば、人はある程度世界をコントロールできる。しかし取り留めもなく脈絡もなく結実しない。そんな経験はないかい。明晰夢。その通りだ。そんな専門用語を知っているとは驚きだけどね。僕は夢の中ならばあらゆる事象を実現させられるが、生物の死以外は長く続かない。しかし絶対確定世界は夢と現実の境界が曖昧になる時だ。その時ならば僕の行いを現世に定着させることができる。つまり妹を、そして今まで殺してきた人間も全て元の生活に戻すことができるんだ。だから僕は手にかける人物の素性は全て記憶してきた。町の人間も全てね。あんた最初の質問だが、僕が肯定するのは妹がいる世界だけだ。君の境遇には同情するが、もしも妹との再会を阻むようなら、その時はもう見逃すことはないと思ってくれ。これは旦那、旦那、聞こえるかい。まさかアクセルか。すごいっしょ。この一体の時間を圧縮しちゃいました。なんて野郎だ。ここで起きることは全て一瞬だ。旦那が変身しても世界に異変が起きる前に決着がつけられるかもしれない。だがお前、こんな力を使えば。分かってるよ。もう元の世界には帰れないかもしれない。でもさ、俺の彼女は、めぐみは、笑顔が可愛いんだ。俺がこの世界を見捨てたとしても、辛い決断だったねって、きっと笑ってくれる。そういう子なんだ。でもよ、ダメなんだよ。ダメなんだよ。そんな俺じゃ、そんな濁った俺の目じゃ、あいつの笑顔をまともに見れやしないんだ。だからさ。ぶつかわせ、ダンダー。上等でアクセルを、いっぱい怒らせろ。